レア博士、人機兵の無人運用のテストにどうして反対なさるのです？反対ではなく、時期尚早と申し上げているだけです。グレム局長もなぜ許可を出したのです？有人人機兵の運用が非人道的だと本部が難色を示しとるんだ。退役した人機使いの連中もそれに同調しとるようだ。ここである程度の運用実績がないと人機兵計画自体の縮小も免れんのだよ。レア博士には申し訳ないが、ここは私に免じてな。失礼いたします。ブラッド隊長、ジュリウス・ビスコンティ、以下2名入ります。ラケル博士から聞いているとは思うが、人機兵の無人運用テスト及びその護衛をしてほしい。詳しくは、九条君。はい、ジュリウスさんとシエルさんは確かラケル博士とレア博士のもとで。ええ、我々は両博士に育てていただきました。ですので人機兵の運用テストで登場したこともあります。ならば話は早い。要するに人機兵が戦う様子を観察しつつ、万が一の時には守ってほしいのです。なるべく1対1で人機兵と荒神が戦う状況を作りたいので、まずは付近の荒神を一掃していただきます。梅雨払いの使ということですか？そういうことだ。今回の主役はあくまでも人機兵だということを肝に銘じておけ。いいな？了解いたしました。よし、あとは現場で話を詰めてくれ。俺も忙しいんだな。九条君。はい、ではジュリウスさん、詳しくはミッションブリーフィングの時に。受けたまわりました。では後ほど。部隊の作戦エリア到着を確認。よろしくお願いします。さあ始めよっか。さあ始めますか。
バイタルを確認し対応してください。もう少しやってみます。荒神、捕食のために離脱しました。逃げるつもり？こいつは痛い、こいつは痛いぜ。ベノム状態になりました。酔わせてやる。こいつは痛いぜ。行け。あげる。行け。ブラッドワン、バースト時間が終了します。荒神、捕食のために離脱しました。逃げるつもり？ベノム状態になりました。酔わせてやる。ブラッドワン、バイタルが危険な状態です。しました。腰抜けやろうが。ブラッドは間もなくバーストが解除されます。敵がダウンしました。ちゃんとダメージが与えてるはずだよ。荒神の活性化を確認。やった。荒神ダウンです。捕食のために離脱しました。逃げるつもり？ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。リロードします。任務完了。全員帰還できますね。とりあえず無事に済んでよかったね。ま、順当だ。買い物でも行こうかな。次回もこんな感じで頑張ろうね。今日はしまいだ。ねえねえ、たまにここで雪とか氷とか食べたりするよね。サンキュー。
ブラッドはまだ現場か？はい、人気兵ベータがまだ戦闘中です。人気兵ベータ、ハイブに大きな損傷。フライヤー、判断願います。ハイブだと？回避制御の調整が甘かったか。いや、空間把握処理の問題か。そう、なんでだ。人気兵ベータを停止します。荒神を撃退し、人気兵を護衛してください。待て、帰還の途中で赤い雲を見かけた。あれはおそらく、まさか積乱雲。こちらギル、ここからも赤い雲を確認した。噂には聞いてたけど初めて見た。すっげえ。総員即時撤退だ。一刻を争うぞ。すでに赤い雨が降り始めました。ここからの移動は困難です。フラ、輸送部隊の状況は？周囲に荒神の反応が多数見られます。輸送部隊単体での救出はできませんね。ブラッド各位、防護服を着用および携行し、シエルの救援に急行してくれ。戦闘時に防護服が破損する可能性が高い。なるべく光線を避けるよう心がけろ。シエルはその場で雨をしのぎつつ救援を待て。待て、勝手な命令を出すな。グレム局長、人気兵が最優先だ。おい、荒神に傷つけられないように守り続けろ。バカな、赤い雨の中では戦いようがない。俺がここの最高責任者だ。いいから命令を守れ。人気兵を守れ。人命軽視も甚だしい。あの雨の恐ろしさはあなたも知っているはずだ。隊長、隊長の命令には従えません。シエル、救援は不要です。不十分な装備での救援活動は高確率で赤い雨の二次被害を招きます。よって上官であるグレム局長の命令を優先し、各部隊現場で待機すべきと考えます。更新された任務を遂行します。シエル、応答しろ。シエル、無線が切られています。うん、なかなかよくしつけてやるじゃない。結構結構。隊長。どうした、ナナ。副隊長がね、人気兵に乗って行っちゃった。何？なんだと？人気兵ガンマ、人気兵ベータに向かって移動しています。ジュリウス、君の部下の不始末を処理しておくように。君に対する懲罰はその後だ。了解です、慎んでお受けします。隊長とシエル以外のブラッド各員は至急撤退せよ。あとはあの二人に任せておけ。どうせ一度帰る。君の行動は理解に苦しみます。
こんな結果になることが分かっていて、あんな無茶を。人気兵の登場だって入念な事前検査が必要なんですよ。最悪命を落とすことだってあり得るのに。と、命令違反だらけですね。君は隊長、隊長の命令には従いません。不十分な装備での救援活動は高確率で赤い雨の二次被害を招きます。命令よりも自分よりも守りたい大事なもの、高いですね。